誰か来たのかな。あの、あれ、あなたはどうしたの。ミューズの練習なら今日は私たちはお休みするって伝えたはずだけど。今日は生徒会長に提案したいことがあってきました。提案？話を聞かせてちょうだい。私たち行動でミューズのミニステージを開催したいと考えているんです。学校でミューズのミニステージ？いいやん。どういうスケジュールかもう考えてあるん？はい、ちゃんと書類もまとめて。待って、そんな話は聞いていないわ。あの次のステージに向けて今月はミューズが行動を何度か借りています。最後の練習をミニステージという形でみんなにも見てもらいたいと思うんです。それなら学校のスケジュールにも影響しないし、それに今回は音の木坂のみんなに署名をしてもらってます。なるほど、しっかり考えてくれたんやね。ミューズのミニステージを行動でか、素敵やん。うちらもみんなに見てもらえるのは願ってもない。のぞみ。ん？何？あなたたちの希望はわかりました。ちょっと待って、エリチ。ミニステージやるんじゃないの？署名と書類はこちらで預かります。生徒会で検討して、必要に応じて理事長とも話し合ってから決めます。はい。エリチ。何？あのね、3人には練習でもたくさんお世話になってるし、今回もミューズのために動いてくれた。エリチの態度は冷たいんやないの？ミューズのメンバーとしてではなく、生徒会長として話を聞いてるんだもの。冷たいと言われても困るわ。ミューズでも生徒会でもエリチがエリチなんだから、そんなこと気にしなくてもいいのに。それとも何？はっきり言ってよ、のぞみ。本当は3人にはミューズの活動に口を出さないでほしかったとか。そんな、そうだったんですか？まさか。真逆よ、本当に感謝してる。はぁ、それにミニステージ自体に反対なわけではないけど。けど？まるで生徒会をミューズのために利用しているみたいだわ。他の部活を差し置いてミューズだけ優先するわけにはいかないもの。うちらだけで決めてたらそうかもしれないけど、今回は署名まで集めてきてくれた。そうだけど、生徒全員が希望しているわけではないし。エリチ、怖い顔しないの。眉間にシワ寄ってる。別に怖い顔なんかしてないわ。よかった、ミニステージに反対なわけじゃないんですね。先輩、この署名を見てください。確認させてもらうわ。わあ、すっごい量やね。確かに全員じゃありません。でもほとんどの生徒が署名してくれました。すごい。これだけの量を集めるのも大変だったでしょう。私たち3人だけじゃなくて音の木坂のみんなの意見だと思ってほしいんです。みんなの意見？ミニステージを望んでいるのは私たちだけじゃなくてみんななんです。ありがとう、3人とも。前向きに検討します。のぞみ、スケジュールを確定して理事長に掛け合いましょう。そうこなくっちゃ。やったー。まったく、あなたたちには助けてもらってばかりだわ。そんなことは。3人のプロ級なサポートがあってこそのミューズだからね。いっそミューズの専属スタッフになってもらいたいくらいやん。そんなこと言ってもらえるなんて思ってなくて、ありがとうございます。絶対に実現させて、みんなでステージをやらなくっちゃね。